あ、ナイスありがとうございます。会社作りますか。うん、TJさんの被っちゃってるから、その Z 会っていうのを作ろうかなと思ってですよ。 Z 会っていう会社名。うん、ひるっちゃいますね。まあ、見に行くだけだったらいいですけどね。あ、ここ住みてえなみたいな。あ、ここどんな人が住んでんだろうなみたいな。いや、Z 会。うん。あ、塾なの ?Z 会って。なんかあるの?使われてんのも。かぶってる、どこでかぶってんの?政治クラブでいい?自宅兼事務所でさ、そう。どっかいいとこあればなと思って探してるんですよ、今。うん。自分で一からまた家具とか揃えるのも楽しみだしね、なんか。オシャンティーな部屋にしたいんですよ。あ、塾にあるんだ。うん、事務員でダメだこの人ね、買い出し頼んでも忘れ物多いから。そうですね、うん、パソコンはできるんですよ。でもパソコンはできます。パソコンはできますけど、うん、掃除もなんかあんまりしないですけど、言わないとね。します、うん、ヒコニャン。ヒコニャンか、うん、これ。英会話塾 Z かね、あるんだ。猫は政治がないとダメじゃないか。どうなの。いや、いなくなっちゃったら寂しいですね。寂しい。悲しいですね。うん、めっちゃ楽しいですね。寂しいの。寂しいですよ。どんぐらい寂しいの。どんぐらい。うん。うん、私お肉が好きなんですけど。うん、お肉が食べられなくなる、もう一生食べられなくなるっていうぐらい悲しいですね。めちゃくちゃ寂しいじゃん。めちゃくちゃ寂しいですね。相当寂しいじゃない。そう。でもやっぱり俺がここにいることによって、はい、まあ猫まちゃんもね、男もできなくなっちゃうし、俺もいろんなね、女の子を部屋に呼びづらいじゃない。やっぱりデリヘルとかにしても、女性リスナーさんにしてもさ、うん、呼びたいのよ。もうそろそろ俺も潮時かなと思って、ちょっと、うん、蝶のように舞い、蜂のように刺したいんですよ、僕も。いろんな女性リスナーさんに、うん、ね、うん、自分の部屋を構築したいっていうか、なんかそのデザインしたいっていうか、そういうのもあるんですよ、なんか。うん。いろんな家具で、なんか自分のそのデザインっていうか、自分のカラーを出したいっていうかね、自分の部屋で。ですね。うん。見てほしいんですよ、僕のそのセンスとかね。皆さんに。あ、誠治こんなセンスあるんだ。うん。かっこいいね、やっぱり誠治って。カリスマだねって。思われたいんですよ。で、またもうベッドもシモンズラグジュアリー買ってさ、あの最上級のシモンズマットレスだけで30万するんですよ。これ僕もうちょっとね、うん、収入があったら買いたいなっていう、あの夢のマットレスなんですよ。うん、僕前持ってたのが13万のマットレスシモンズだったんですけど、これ30万のラグジュアリーってクラスがあるんですよ、うん、それちょっと買いたいなって。
僕のロマンなんですかね、実現したいと、うん、であのキングサイズで、はい、寝るとこはやっぱ本当に重要なんでね、うん、人生の、8割はベッドで過ごすんですね、やっぱり、うん、なんで寝るとこはやっぱりねお金かけたいんですよ僕は。セイさんあんま寝ないじゃないですか。うん、いやでも本当に仕事のできる人、社長さんたち今いますけど、うん、寝るところは本当に多分ゴージャさんのところにしてると思うんですよ、うん、そこで明日の仕事に備えるためにね。なるほど、うん、男ってのはやっぱそうなんですよ、うんうん、だから安いベッドで寝てる男っていうのは鮫島さんみたいにね、うん、せんべい布団で寝てる男っていうのは仕事ができないんですよ。できる男っていうのはあのいいベッドで寝てるんで、コンディションが常に次起きたらね最高潮になってるんで、うん、なんで僕はあのシモンズのラグジュアリー買います。ここだけはちょっと譲れないんで。睡眠は本当に大事ですよ、うん、スポーツ選手のロナルジーニとかいるじゃないですか、クリスチャン・ロナウドとか、はいはい、あの方もちゃんとベッドにはこだわってますから、枕とかにも、うん、本当に大事なんですよ睡眠っていうのは、うん、なんでこの30万のマットレス買うじゃないですか、うん、で誰も寝たことがないじゃないですか普段あの女性リスナーさんとか、うん、なんで試しに一回寝てもらいたいんですよね。どれだけ違うか、全然違うんですよ。包み込まれるんですよ30万円のマットレス。一回僕は試しにこれ寝そべってみたんですけど全然違うんで、これそれを感じてもらいたいんですよね。うん、なんでちょっと来てもらいたい、いろんな女性リスナーさんに。うん、一回寝てもらいたい、ただ寝るんじゃなくて一回泊まってもらいたい、朝起きた時全然違うからって。添い寝っていうか、うん、ただ普通に寝てもらいたいですね。30万円のマットレス、うん、シモンズのラグジュアリーっていうのあるんですけど本当にいいんですよ。うん、寝てもらいたいんですよ、熟睡してもらいたい、うん、1回、うん、まあ可愛い子限定なんですけど、うん、誰もがね寝れるってわけじゃないんですけど、1回LINE で 顔写真ちょっと1回見せてもらって、体型とかもちょっと見せてもらってからなんですけど、うん、可愛い子限定です。あ、いいねです。ナイス、うん、伊達政宗です。あ、スプリングなしね。だ全然違うんで体験してもらいたいんですよ、うん、もう分厚さが違うんですよ、分厚さが。重機は募集してないです、重機は。なんで重機みたいな女性はちょっと募集してないです。あ、そういう、うん、そういう重量系はちょっと、重量系はたまにもいらないですね、うんうん、重機はちょっと、運転手はお前なんか結構来たんですよ、なんか誠司さんって車載配信結構やられますよね、僕仕事辞めて誠司さんの専属運転手になるんで30万くださいって DM 来るんですよ。30万で誠司さんの運転手やりますとか言って、はい、来るんですよ、はい、募集してません、うん、
来るんですよ、なんかもう、生産稼いでるから運転手いるんじゃないですかって、僕やりますよって、うん、その代わり30万くださいって募集してないですからね、俺そういうの、うん、いるんですよ、多分ビジネスチャンスだと思ってワンチャンこれ雇ってくれんじゃねえかなみたいな。あ、募集してません。センサーが運転することに意味がある。そうなんですよ、うん、あ、会計ソフト分かる。あ、マジっすか。じゃあちょっとそれいいな、玉砂利さんやってもらおうかな、それね、えそれ助かるな。でも重要ですよ、経理。うん、暑いですね、それ。暑い。何でもできるんだね、玉砂利。25万、あ、マジっすか。月25だったらいいな。それちょっと前向きに検討させてください、それ。マジっすか。うん、あ、皆さんナイスお願いしますね、ナイスボタン。お願いします。10万で初心者だけどいいですか。いや、初心者はちょっとできる人じゃないと意味ないんで。うん、いや、できる人じゃなくて意味ないですよ。俺もとか言ってもできないでしょ、どうせ。うん、おう、ママ。あ、ママ寝れない。寝れない。どうしたんだろう。猫、うん、マークで言ってもらいたい。やるじゃん、猫マちゃんの枠で。やりますか、じゃあ。やりますか、じゃあ。じゃあ枠つけて。枠つけます。うん。ちょっと待って。寝れない人がいっぱいいるから。そうですね。うん。俺がいるとなんかネタっぽくなっちゃうから、俺ちょっとフェードアウトするから。了解です。で、BGM だけ俺にちょっとやらして。BGM だけ。うん。わかりました。ウェブカメラあるの？ウェブカメラあります。今やるから。しばしばこちら。うん。あ、真っ黒になるとは食わないですね。もう。うん。ここは間違ってないです。始めつかない。あ、カブトは取りますね。こう真面目な枠で、次は。真面目な枠で。持ち歩けないんで、絶対。やります。ビシッと、やりますから。あーあーあー、すいません。申し訳ない。いやいや、大丈夫。怪我してない。怪我してないです。カメラ。ウェブカメラどれ？ウェブカメラこれです。じゃあやりますか。了解です。ちょっと待ってください。ね、曲の方は俺が流すから。あ、ここで？こっちで。あ、そっちで流す。じゃあこれ曲はね。はい。継続します。ちょっと待ってください。これだね。ちょっと待って、うん、
でだ？なんで？あ、ちょ、こっちだ。多分これですよね。聞こえねえな。そりゃそうですよ。飛ばします飛ばします。これ？あ、これこれ。これこれ。うん、これこれ。これこれ。じゃあやるから。やります。タイトルは？タイトルは、うん、ちょっと待ってください。すべて話します。いいだ、すべて話します、うん。じゃあ俺あっちの部屋で見守ってるから。わかりました、ありがとうございます。オッケー、オッケーです。じゃあやりますよ。じゃあ猫まちゃんの枠で移動でお願いします。はい、じゃあ始めます。はい、あ、ちょっと待って。メガファンです、お願いします。バイ、いっちゃいますよ、うん。